連載が始まったのはいいんですけれども週刊連載ですよ週刊連載なんかね、やったことないですそんなこと週刊連載ってもうイメージができないまず物語を、ね、1週間ですよ1週間で物語を考えてね、絵にする20ページとか24ページぐらいのボリュームですよ話考えてね、絵描けます そんなん1週間でプロの漫画家ってどうしてんのよこの頃知らないもん全然でもやらないかや,やらないっていう選択肢ってありますかねその時ってもう分かんないでしょもうえいやですよう分かりましたとありがたいもんそんなお話やってみます、えー、ちょっと頑張らせていただきますもう全然分かれへんけどはい そしたらね週刊連載5回目で断念ですよ。あのね断念って聞いたことあります。<laughs> あんまねあんまないと思うんですよ。新人が週刊連載5回で断念ってあのもうね無理全然無理。もうあのね学校があのね並行してちょっと無理です、ね。出版社に言ったよ。でも関係ないの。全然ずっと家。 ずっと家でもうずっともう本当にね血に出るぐらい書いてたけど無理連載みんんなどうしてんやろだってさプロの漫画家って何本もやるわけじゃない。あの何本も、えー、雑誌いろんなところでやりながら同時にやるんでしょうそれアシスタントいる豊たかってねもう全然分かんないわけですよ。 そこからもうとにかく知りたいとプロの漫画家はどうやってこうやって週刊連載してんねやろうっていうのが、えーま、ずそこをまず分かりたいこれが自分のね当時のもうマイテーマ。えー